はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。邪神型の像は倒したところですね。じゃあこの奥に向かって進んでいきましょう。早速敵、お、なんか逃げてった。めっちゃガードされんだけど。あー、飛ばしたか。ターン A はパワーが多いけど、ダブル O がめっちゃパワー少ないですね。半分くらいしかない。またさっきと同じパターンだし、見違えた。そしてまた逃げてった何、あいつそういうキャラなの。もう56レベルか。いつの間にかだいぶレベルが上がってるな。リカバリーキーと、あそこにも宝箱が。ルナトーパントとか普通に出てきてるし、お、地図上で行くとそろそろ目的地に近づきますね。こいつらを倒して、あ、ここっぽい。とりあえず回復はさせよう。よし、あれは、おお、めっちゃ怨念。あれがダークネビラというやつか。ああ、俺が知っているのとは少し違うが、リジェスの影響か。フォーゼ来ていたのか。ああ、やっぱりサジタリウスとは俺が話をつけなきゃならねえと思ってな。人影、サジタリウスか。サジタリウス、てめえ。ヒーローども、君たちごときが私を止めることはできん。そんなのやってみなくちゃわかんねえだろう。ふっ、とはぐわ、ほうぜ、サジタリウス、ふっ、はあ、ぐわ、無駄だ。私はリジェスの声を聞いた。リジェスに選ばれし者なのだ。リジェスを使って何をするつもりなんだ。勘違いするな。私は私欲のためにリジェスを使用するのではない。すべての宇宙に存在する生命体を新たな未来へ導く、それが最高知性であるリジェスに選ばれし者の使命だ。それは違う。リジェスの知性は邪悪な知性だ。リジェスの導く未来に光はない。君たちに何がわかる。あの声は純粋だった。邪悪なものでは決してない。じゃあなんで闇の力を手下にしてんだ。今のリジェスは闇に囚われているだけだ。その闇を取り払うのも私の使命。はあ、うわ、君たちと私が相入れることはない。そこで私の旅立ちをおとなしく見ていたまえ。12個のスイッチが揃った今、私を阻むものは何もないのだ。うおー、サジタリウスノバの体はゆっくりと上昇し、ダークネビラへ向かっていった。さあ来い、ダークネビラ。私をリジェスの元へと誘うのだ。く、まだまだ。
コーゼは右足をランチャーモジュールに変え、サジタリウスノバに狙いを定めた。いけー、つけよー。音がしょぼい発射されたミサイルが正確にサジタリウスノバを捉える。ガー、直撃を受けたサジタリウスノバは弾き飛ばされ、そのまま地上に叩きつけられた。おのれ、慈悲をかけてやったというのにこの後に及んで立てつくとは。先に始末しておこう。覚悟しろヒーローども。戦闘か。間違えた、こっち。まあ最初はこれでいきましょう。普通にこれやっぱり、お、スタンした、ラッキー。ミラクルゼロスラッガー強いな。300ある、結構減るけど。うん、安泰だ安泰だ。うわ、スタンが解けた。ターン A はガンダムハンマーのスタン負荷があるから結構いいっすね。痛い、これ2発食らうと死ぬからな。ウルトラマンでも2発で死ぬか。1発が強い。やばいやばい。うわー、死んだー。なんてこった、ここで使おうと思ったのに。うん、ちょっとスタン捨ててほしいこいつは。蹴りでなんでこんな蹴るの。うわ、3回攻撃してきた。スタンしろ。さっきのスタンはまぐれだったか。殴りつけてきた。300。よし、じゃあここで使うか。これ、クーラー1万2000切るんだ。やった、え？そうか、1ターンしか使ってなかったか間違えた。間違えてしまったな。あ、やばい。これがガンダムだ。よーし、回復。うん、いけるな。ラッシュ2。よし、押せ押せでいこう。くらえ、痛い。よーし、うん、あんまり強くなかったな。ガタのゾーアの方が強かったな。この私が負けただと。だがまだダークネビラはない。なくなってる。ん？リジスに取り込まれたのか。スイッチもすべて。お前たちが邪魔さえしなければ
待て、来るな。こうなったら私は私自身の手で、はあ、くほうぜ。大丈夫だサジタリウスめ、まだ何か企んでやがるな。どうすんだ。とにかくリジェスコアを目指そう。あの位置からするとこの先のエリアだな。回復をしたいけどちょっと先へ進んでみますか。中継地点があればいいんだけど。終わった、オッケー。じゃあこのまま、お、イベントが始まった。うっ、この邪悪な感覚はリジェスコアが力を増しているんだ。あの3本の光線は何だ。塔みたいなものから出てる。エネルギー波のようなものらしいな。一刻も早く倒さねえとな。とにかくリジェスコアを目指して進もう。こっちは行き止まり。お、ブラックエンドとかいうやつが出てきてる。レベルアップ。ん、これは超怪しいとこに来た。行くか。ここはリジェスコアのほぼ真下だ。なんだこの柱は。まるで祭壇の跡のようだな。リジェスコアの真下にある祭壇か。何か儀式でもやろうってのか。なんかこの3本の柱を壊せみたいなことになりそうっすね。それにしてもあの高さでは突入は難しいな。ピピー、拠点からだ。状況はどうだ。リジェスコアの真下に着いた。本当か。中へは入れそうか。かなり上空にあってこのままでは無理だ。そうか、実はマウンテンキューブの例の謎のエネルギー体が力を増しているんだ。リジェスの計画が進行しているということか。急がなくては。だがどうやってリジェスコアへ入る。それは、いや、あるかもしれないぞ。何。リジェスコアはあの3本のエネルギー波によって空中に固定されているのでは。やっぱりな。なんかそんな話になりそうだったよ。確かに言われてみればそう見える。あれを止めればリジェスコアは落ちてくるということか。ああ、この祭壇にな。試してみる価値はあるな。エネルギー波を出している塔は3つある。とりあえずそのうちの1つを破壊しよう。了解。パート1 パート3まであるのかよ。ブラックエリナ。またワープゾーンの日々か。いっぱいいる。おお、あそこになんかある。モヤモヤしてるのが。いけない、こっちからだと。
お、メタモルが。で、こっちも行けないし、結局遠回りさせられるのか。おお、なんかいる。ちょっと待って、ちょっと待って。行っちゃったよ。あそこにいるのはカイザーダークネスだ。マジで。ちょっと待って。塔に行くにはあいつを倒さなきゃならないようだな。おお、オープンね。仕掛けない仕掛けない。準備は万全にな。そうだそうだ、準備は万全にだ。ダブローとか減ってるからな。よし、 OK。 じゃあこれでいきましょう。カイザーダークネス、行くぜ。ヒーローども、ん？ウルトラマンゼロがいるのか？貴様らの相手をしている時間はないのだが、ゼロ、貴様だけは別だ。この手で必ず始末してくれる。ガーン、ゼロ。くっ、上等じゃねえか。お前のしつこさにはさすがの俺も呆れちまうぜ。はっ、いいな。地獄から戻ってきた甲斐があるぜ。ガッテャー。はっは、楽しいな、ゼロ。こっちはドン引きなんだよ。なあ、ふっ、そう来なくちゃな。よし、今だ。一気に畳みかけるぞ。カイザーダークです。剣みたいなの持ってんな。スタンしねえかな。スタンスタン。もうスタンに頼る。鎧の力で強化されている。マジで。エネルギー防御力が上がってる。だーい。やばい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 、めっちゃ下がった。やばい。だからターンへ防御力もめっちゃ高えな。このターン A が狙われる分には全然なんか余裕だな。やばいやばいやばい、下がった下がった。ターン A によく狙われるやつつけてみようかな。壁役としていいかもしれない。いやー、ほら2発食らったら死ぬもん。またどうするかな。ここで一回ちょっと使っちゃおうかな。結構ちょーん。回復。強い。ただターン A、攻撃力は弱い気がする。これ使えねえな。ウルトラライターキックとか、やっぱ回復はさせたいからな。普通に行くか。スタンしないか。耐えきれ。
痛い、痛い、死んだ。復活キット、痛い、痛い。今はよこの力を使ってでも。おい、持ち上がった。まだ。よし、回復した。こいつはヒール3だな。おお。やばい、やばい、危ない。ターン A はまだヒットポイントがあるから大丈夫だ。このままほっとこう。スタンしろ、スタンしろ。こいつにスタンは効かないか。うおー、マジかよ、今のは痛い。大復活キット、大復活キットがもう大活躍だな。攻撃力の高いやつでいこう。なぜか攻撃をかわしたぞ。さあどうする。使うか。一旦使おう。こいつで回復をさせよう。リカバリキットで、ターン A コンボのじゃ普通にこれ。こいつがゴールデンエクストリームが使えるからな。いけ。あんまり強くない。おお、強え。ディフェンス。こいつは回復。痛い、耐えろ。よしよし、ナイスだ。もう全回復してるはずだ、これで。あともうちょっとなんだよな。こいつはちょっとアストラを使おう。普通にマキシマムドライブコンボが使えるな。おりゃー。うわー、痛い、めっちゃ痛い。うおー、めっちゃ痛い。自分で回復しよう。ギガライフキットで、こいつはヒールレイン、あと1回し2回使えるか。うおーおお、倒した、普通に倒した。まあまあ強かったな。まあまあっすね。やったのか。ブモーン。なんだ。ブローン。うわー、ゼロ、どうしたって言うんだ。何が起きているんだ。めっちゃ怨念に取り込まれてんだけど。ガーン。え、いなくなったよ、普通に。くっ。おお、はあ、この波動は、うわあ、タロン、ベリアルの怨念だ。ベリアルの怨念がゼロを支配している。俺はゼロであってゼロではない。そうだな、ゼロダークネスとでもしておくか。はっはっは、ゼロの体は俺がもらった。はあ、ガー。
最強の肉体だ。なんせ俺を倒した肉体だからな。はははは。ぐはん。限界だな。みんな一旦引こう。ゼロ、すまない。だが必ず戻る。ヒーローたちはその場を後にすると体勢を立て直すため拠点へ戻った。お決まりの撤退が出ましたね。またウルトラマンゼロが仲間から外れました。マジで誰か入れ直さないと。ゼロがそんなことに。ベリアルの怨念は想像以上だ。なんとかしなければ。ベリアルに心を支配されているんだ。俺たちで説得するしかないだろう。だがこうしている間にもリジェスの計画は着々と進んでいる。だからってゼロをこのままにはできないだろう。だが生半可な気持ちでは説得してはかえって危険だ。今のやつはベリアルなのだからな。ならば拳でやつの心を取り戻す。そうだろうレオ。ふそうだな。ゼロにはそれが合っているのかもしれない。よし、とにかく最優先でゼロを救出しよう。だがもし説得に失敗した場合は。分かっているアンク。だが我々に失敗の2文字はない。ふん。輝きのゼロ。はい、というところで、まあゼロがなんかいなくなっちゃったんで誰か入れないといけないんで、とりあえず次はゼロ救出ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。